はい、ということで皆さんこんばんは、くるでございます。今私はね、愛知県にいるんですが、ここね、長久手の古戦場の近くにある公園でございます。名前がね、ちょっと心霊スポット感が噂になりやすい名前かと思われますが、血の池公園という、もういかにも名前からしてね、ちょっと心霊スポットっていうなりそうな名前ですが、行ってみようと思います。いらっしゃい。まあ、そんな広くないと思うんですけどね、まあ、ただ周り住宅街なんで、すごい綺麗、めっちゃ綺麗なトイレあるやん、これめっちゃ綺麗だよこれすごいね、最近この公園自体は最近できたわけじゃないよね、トイレ改装した、スペシャル綺麗だよ。大丈夫？電気から変な音してない？ここ大丈夫？ここは、ここは電気から変な音しない？しないね。そう、さっきね、あの別の心霊スポットの便器からずっとなんか BGM みたいのが流れてる音がしてて、一回離れて帰ってきたらしなくなってたんですよ。ちょっと衝撃すぎて、あれが何が原因か分かんない、未だに分かんないけど、なんかすっげー明るい街灯が2個だけあるだけですね。この真下めっちゃ、これライトいらないぐらい明るい、どんだけ明るいのこの街灯すごいな、昼間みたい、ここだけ、ここ以外めっちゃ真っ暗なのに、すごいね。一応この明るいところで、じゃあ曰くをね、皆さんにご覧いただきます。生配信の映像をね、使用しておりますのでご理解ください。こちらもね、長久手の戦いの舞台、古戦場の一部ということで、まあね、この周りはね、もう結構住宅結構建ってるんで、まあ、取り残されてる感のこっち側って感じでしょうね。まあここに血の池と言われてる池があって、それがね、あの怨念がこもってて、ここに未だに幽霊が出るという噂なんでしょうけど、池はね、埋め立てられたって書いてありますね。まあ、確かにこの真ん中がちょっと低い感じになってるんですよね、この公園。それがまあ当時の地形を守ってるのか、そういうふうにわざとなってるのかわかんないですけど、検証してみましょう。防犯かね、これ、ここ明るいの。これね、本当今思ったけど、このさ、ここ今高いじゃないですか、ね、これここの真ん中のグラウンドのところがね、下がってるんですよ。階段でいうと 5,6 段分ぐらい低いです、ここ下、ここがね、ここに本当に、だからもしかして本当に池があったのかも。ちょうどこれ、ここの部分に池があったんですかね。ほら、こう分かる、階段があるんですよ。こっちも階段が、ここにちょうどこの中央部分だけ低くて、この周りの歩く部分は若干高いんですよね。やっぱ関係あるんですかね、本当に埋め立てたって、どういう、いつの時代に埋め立てたんだろうね。ことは人、でもこれ住宅街多いから、もう起きてくる人いそうだよね。ここにベンチとかあるし、 おじいちゃんの散歩の時間に来そうじゃない、そろそろ。古戦場跡地だけど、なんか曰く何の霊が出るとは書いてなかったね、今ね。何が出るんだろうね、古戦場だから事務所
もうね、わかる？空が若干明るくなってきてるの、わかる？これ今私撮影日がね、5月の24かな、今日。もうね、夏至が近いから日の出が早いんですよ。俺今朝起きてるから。本日だからこれはラストスポットなんですよね。これなんか2つの公園がなんか重なってるのね。交通公園かな、なんかツツジかな。これだから。ある看板ありました。こっちが入る場所だったかもしれない。一応なんか書いてありますね。篠池公園の、ちょっと見づらいけど、岩、この板が主戦場となり、天正12年か、秀吉方の池田勝成武将が退治し、家康と秀吉がやったとこね。秀吉方の三将が討ち死にしました。篠池は家康方の渡辺半蔵などの武将が槍や刀剣を洗ったことから、その呼び名がついたと言われています。池の水が血の色に赤く染まって漂ったと言い伝えられており、この名前が語り継がれているそうです。まあ歴史的なあれだからっていうのを、確かによくねこの名前にしました。6時間で配信が切れてしまうということでね、今急ぎ足で頑張っております。申し訳ありません。もうね、あと時間が迫ってきてまして、早く終わらないといけなくなっちゃうんでね、ちょっとサクッとやらせていただきますんで、今見てるニコ生の人もね、よろしくお願いします。今日メンテだっけ、ニコ生メンテ来ます。明け方の愛知県長久手市、血の池になったと言われている場所、今まさにそこに立っております。起きてる人もニコ生いないと思いますが、バケだったと一言コメント欄に、いやでもいいんでお願いいたします。血の池公園、バケだった。これグリーンじゃないな。特殊パターンって何が？じゃあちょっと交通なんちゃら公園の方も、どっちにしろ古戦場跡地であることは間違いなさそうだから、そっちで閉めるかな。もう一回化けたなって。で、一応ね、
皆さんにも今お伝えしましたが、ニコ生の人にはお伝えしましたが、枠が多分切れるんで、その前に一回ね切って配信を終えようと思います。ご飯食べ配信本当はやろうと思ったんですけどね、ちょっと6時間になっちゃうから、どっちにしろ切りがいいからやめますね今日ここで。あ、閉園だって。こっち入れないんだ夜。若干明るいよね、もう若干明るい。明るかな、若干明るいの分かる。若干明るいですね。よし、じゃあちょっと入り口にするか最後。まあ、バケタン乱用になっちゃうけど、ちょっとね、せっかく2回できるのに2回やんないのもったいないから、じゃあこの入り口で行きます最後。とりあえずニコ生は6時間ギリギリまで歩いて駐車場まで帰るまでやります、ね、最後に皆さんもう1回だけご協力ください。これで今日の心霊スポット配信は終了でございます。この時間まで起きてくださった方々ありがとうございました。最後に念を送っていただけるとありがたいです。明日のね夕方に私埼玉に帰りますんで、岐阜とね愛知の配信ありがとうございました、まあ、昼過ぎねちょっと観光配信もやると思うんでね、もしお時間取り見に来てください。長くて血の池公園2回目、古戦場跡バキャット黄色ですね。赤の次にヤバいやつですね。血じゃない一応黄色もあんま出ないから意外とレアな黄色出ましたさっきとあんま場所変わってないんだけどなさっきとあんま場所変わってないよ。この鼻のところになんか集まりやすいんですかね。さっきよりちょっと上に来ただけなんですけど、はい、ということで血の池公園でございました。何か感じたことありましたらね、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。生配信をね見てる方もね、もしよかったら YouTube の方も、まあ、チラッとね復習していただいて、グッドボタンをね一個押していただけると励みになるんで、俺がハゲなくて済むんでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあありがとう。